ウィンドサーフィン、ウィンドサーフィン、ウィンドサーフィンとは、セールボード、以降、略して、ボードとセールを接続した、専用の道具を使用して、風を受けたセールに発生する揚力と重力により、歯の斜面を滑るより推進力を、主な動力源として、水面を滑走する、ウォータースポーツである。ヨットとサーフィンを融合、発展させたスポーツである。ウィンドサーフィンをする人のことを、 ウィンドサーファー、ウィナーファーという。ウィンドサーフィンは、1967年アメリカのカリフォルニアで、ジム・ドレイク、ジム・ドレイクとホイル・シュワイツァー、ホイル・シュワイツァーにより発案され、1968年11月に初めて試乗がなされた。当初は、ボードセーリングというのがスポーツの名称であったが、2005年に、このスポーツの中心的組織となるポは、 プロフェッショナルウィンドサーファーソソシションが発足し、その以降は、ウィンドサーフィンが正式名称となっている。ウィンドサーフィンの道具、詳細は後日の道具の構成以下を参照は、開発当初には、長さが360センチメートルで、サーフィンのロングボードと似た形状のダガーボードが付属されたセールボードと専用理が一体となった一種類のみで、開発時のプロトタイプは、 s k 八九百六十九年二月には、ウィンドサーファー以下、サーファー亭という名称が与えられ、同年九月には、販売が開始された。これが、現在の、ロングボードの原型となっている。ウィンドサーフィンの人気は、発祥地アメリカ本土から九百七十一年一月には、ハワイオアフ島で後に、カイ改良キットと呼ばれる、青年団を中心として、また、 ヨーロッパでは1972年2月にスウェーデンを皮切りとして広がりを見せ、同年の9月にはドイツのズイルト島でレースが開催されるまでとなる。1974年には日本の鎌倉海岸、ハワイので大会が開催されている。1980年にはハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドでラリー・スタンレイとマイク・ホーガンがサーファーテイを改良した波を利用して、 ウェーブライド、波乗りとジャンプが行える後に、フンボードと呼称されるボードの原型を創作し、市場に成功する。これが現在のショートボードの原型となっている。その後において、ファンボード開発は革新的に進み、サーフボードと似た外形へと転向していくとともに、軽量化が推進していく。また、セールもボードの軽量単小化による、 運動性の向上に適応するよう改良され、ヨット同様の風を孕ませる形状で、柔らかいダクロン性から、ウィンドサーフィン独自の場展を排した形状で型崩れが、少なく硬いフィルム性へと、構造変更がなされていった。ウィンドサーフィンはこのショートボードという形式が、開発されたことにより、水面を滑走する、プレーニング、詳細は、工事が行えるものとなり、走行速度も、 格段に向上していった。プレーニングの高速性を利用して、能動的に波を捉える動作幅も広がり、スピード系統と合わせて、アクション系統の道具も開発されていくこととなる。この後数年間は、スピード系統のファンボードアで、アクション系統のファンボードは、ダイヤモンドヘッドを中心として開発が進められた。現在において、セールボードを中心とした道具類は、 世界各国で開催されるワールドカップや国際大会の競技種目に準拠して開発されているが、ショートボードの誕生から現在に至るまで、ロングボードとショートボードは別のカテゴリーとして住み分けがされており、各々で組織形成がなされている。なお、国際大会は2018年現在では、POA と IOC 国際オリンピック委員会の他に、いわ、 国際ウィンドサーフィン協会、ISAF、国際セーリング連盟の主催で、世界各地を転戦する、ワールドツアー形式より開催されている。日本における、国際大会は、ポアの前身組織である、PBA、プロフェッショナルボードセラースアソシエーションの主催で1984年から1993年の間にワールドカップの名称にて、静岡県灰原群前先町、 県尾前崎市の白波海岸で開催された。その後、2017年からポアの主催により、神奈川県三浦市、横須賀市の津久井浜にて、ワールドカップが再開されている。ウィンドサーフィンはセールに風を受けて進む。飛行機の翼は水平だから垂直方向に揚力が、働くが、ウィンドサーフィンはセールを立てているので、水平方向に揚力が働く。 その水平方向の揚力で走り始めると、ウィンドサーフィンをしている人から見ると、進行風が前方から吹いてくるように感じられる。ウィンドサーフィンは走っているとき、実際の風と進行風が合わさった風である見かけの風をセールに受け、その揚力によって進む。ただしそれだけだとその揚力の向きは横向きにずれていて、横流れが起きる。 そこで必要なのが横流れを防ぐ力であり、ダガーボードやフィンを使ってその力を生み出す。ウィンドサーフィンの方向転換は、ヨットのような舵操作ではなく、リングとボードを操作することにより行う。直進時の操作方法、セールの風圧中心、センターオブエフォート、以降、CE とボードの速圧中心、センターオブラテラルレジスタンス、以降、 CLR の相対位置を垂直に保つことで、セールに受けた風圧がボード全体へ均一に加圧されることで、ボード前、方向へと直進する仕組みとなっている。方向転換時の操作方法、直進状態からリグの前後操作及びボードへの加藤圧で CE と CLR の位置関係に変化を与え、ボードの前方、または後方にかかる加圧配分が高くなった部位を、 基点として、風下方へと変向きする。具体的には、ボードのユニバーサルジョイント接続位置より前方への加圧が高いと、風下方向、後方への加圧が高いと、風上方向へと、方向転換が行われる。中上級者の走行可能範囲は、ヨットに比して若干狭くなるものの、風向きとの直行線上から、風上方向に、 約30から40度を想定した線より風上を除くすべての方向に進むことができる。ヨットは、船体に対して大きな比率のキールを備えられるため効力が大きく、風上方向45度に走行できるのに対して、ウィンドサーフィンはフィンが小さく、ボードも軽くて横から見た水中の積が小さいため効力が小さく横流れする割合が大きいため、 風上方向への上限角度は小さくなる傾向がある。風上方向への上限角度は、技量、使用する道具、風波の状態などの様々な条件に影響を受けるが、初心者、中級者向けの教科書ではおよそ15から30度程度が目安との解説がなされている。入門者は風に対して90度方向に走行する。 ことも困難な場面もあるので、風下方向へ漂流してしまうことへの注意が必要である。進行方向に対しての名称、風に対して、垂直方向、ウィンドアビーム、風上方向45度、クローズホールド、風下方向45度、クーター、D、風下方向、ランニング、風上から45度、デッドゾーン詳細はを参照。ウィンドサーフィンは、 ある程度以上のスピード、約時速 25km に達するとボード全体が浮上し滑走するプレーニングができる。中級車以上になると容易に時速 50km 以上のスピードで滑走する高速を体験できるのがこのスポーツの最大の魅力となっている。なお、プレーニング時における世界トッププロの最速記録は 500m 間では2015年にフランスのアントワン・アルボー。 アントイネ・アルボーが 53.27kts、時速 98.66km、1回離り間では2006年に、スイスのビヨン・ダンカーベックが 41.14kts、時速 76.19km を記録し、ワールドセディング・スピード・レコード・カウンシル、WSSRC による公式記録として認定録されている。オリンピックでは、競技者全員が、 ワンデザインと呼ばれる認定登録された共通の道具を使用して競技が行われる。オリンピックでは1984年第23回ロサンゼルス大会からセーリング競技の一目として登録されており、2008年第29回北京大会ではウィンドサーファーという名称で競技が行われ、第30回ロンドン大会ではニールプライド社製の手が使用された。 ウィンドサーフィンに使用する道具は、ユニバーサルジョイントにより接合させるボード部とリグ部、身体に装着する装具の3つに分類される。詳細は以下の通り、ボード部は道具を水面に浮かべた状態においての、階部分のことで、セールボード、フィン、ユニバーサルジョイントによって構成される。中、上級者は、ボード部のことを通称で、ボードと呼ぶこともある。 リグ部は道具を水面に浮かべた状態においての上位部分のことで、セール、ブーム、マスト、マストエクステンション、ハーネスラインで構成される。中、上級者はリグ部のことを通称で、セールと呼ぶこともある。装具は体に装着する道具類で気温変化への対応や長時間のセーリングを補助するもの。中、強風時セーリング用のハーネス、ベートジャケット、防寒。 怪我対策用のウェットスーツ、ドライスーツ、ウェットスーツブーツ、ウェットスーツグローブ、遊泳補助用のライフジャケットなどがある。ウィンドサーフィンの道具は、主だって、国際大会の競技種目に準じた分類で開発が、されており、競技外ではそれぞれゲレンデの水面状況及び、目的に見合った道具を選択することとなる。ただし、 競技者以外のファンユースのためにエントリーボードとレースボード、スラロームボードの中間的なオールラウンドボード、スラロームボードとフリースタイルボード、ウェーブボードの中間的なフリーライドボードといった道具の開発販売もされている。種目の詳細は以下の通り、初心者用の道具を新品購入する場合は一式の価格で約1 5から20万円である。ただし、 初心者用の道具は、専門店が開催しているスクール等で借りることもできるため、入門段階の技術を短期間で習得することで、中級者用の道具から購入を始める人も多い。中、上級者用の道具を新品購入する場合は、一式の価格で約40から50万円となるが、数年でウィンドサーフィンをしようとする場合には、 季節風等の強弱に合わせた道具選定が必要となるため、セール、フィンを3から5枚、ボード、マスト、ブーム、ハーネスラインを2から3本揃える必要がある。なお、ウィンドサーフィンの道具類は破損、劣化に応じて買い替える必要があるため消耗品と、みなされるが、程度の良い中古品も数分の1の価格で数多く、出回っているため、経済的負担を少なく買い揃えることもできる。 道具の保管運搬はゲレンデ、詳細はゲレンデを参照。近くの専門店でテ庫と呼ばれる道具保管庫が整備されていることも多く、そこを曲がりして自分の道具を保管しておき、公共交通機関等によりゲレンデに通うことも可能である。ただし、その日の気象状況及び風向、風速に適したゲレンデを選択する場合には、 道具類の運搬手段としての自動車は所持した方が望まい。中級車以上では自家用車に複数の道具を常時積載し、気象条件に応じたゲレンデ選択をする人も多い。ウィンドサーフィンは他のスポーツと比較して難度が高いと言われる。これは水面に浮かんだ板状の浮力物に直立するという不安定な状態で常に強弱があり、一定しない風を捉えなければならず。 ボード部とリーグ部という異なる動きを取る二つの道具を手足で同時に操作しなければならないためである。なお、波がある場所では波へ合わせた道具操作が必要となるため難度はさらに高くなる。ウィンドサーフィンというスポーツはプレーニング時における水面を高速滑走する爽快感なくして語れないものであるが、プレーニング時におけるボード上での一ト,トリングの 主従関係が逆転する状となることが初級者のプレーニング習得を困難にしている原因でもあり、初級者が中、強風時に微風時と同様のリグ操作により、ボード上に直立して、リグを引こうとすると風の力で投げ飛ばされ、水中に放り投げられてしまうこととなる。いろいろなことをいきなり自分で理解するのは難しいので、入門の最も一般的な方法は、 ウィンドサーフィン用具の専門店などが主催するスクールに入ることである。スクールならば技術指導、道具、ゲレンデが揃っており心配がない。最も一般的なのが体験コース等の名称のとりあえず1日だけ体験するコースでウィンドサーフィンに触れさらに真剣に継続するか決めるというものである。あるいはすでに気合が入っている人は最初から三日間コースや 初級コースなどの名がついたコースで始める方法もある。スクールでは初心者に適した道具を使い練習できる。他人から指図されるのは嫌だという人も多く、そのような人は自分で道具を揃えて独学で始めるが正しい知識、情報を判断することも技術的なアドバイスを得ることもできないので、間違った方向に進み上達の速度が遅くなるリスクが高い。 また最初かかから道具にお金がかかる。経験者の知人、友人から教わる方法。メリットデメリットは、ケースバイケースで、費用がかからない、気楽にできる、というメリットがあるが、その人物がたとえウィンドサーフィンは、上級者も、教えることに関しては下手な場合もあり、初心者レッスン向きでない道具やゲレンデを選ばれてしまう、ケースもある。なお、中、 上級者用の道具のボードは浮力が小さく不安定でセールの重量が重いため初心者には非常に扱いにくく最も上達が遅くなるため知人に道具を借りる場合には入門者初心者用の道具であることを確認をした方が良い。なお、各段階で習得する主な技術は以下の通りである。ウィンドサーフィンの走行から方向転換に関する 基礎的技術を習得する段階。中、強風でのプレーニング時の走行に関する技術を習得する段階。中、強風でのプレーニング時の方向転換に関する技術を習得する段階。強風でのプレーニング時の基本的な技術習得を前提とした発展的技術を習得する段階。この段階になると目指す種目によって習得する内容は異なる。 下記は、その一部を掲載。水上交通に関しては海上における、衝突の予防のための国際規則に関する条約、コールレックスで、規定が定められている。水上移動体の優先順位に関する順序の高い、方から遊泳者、無動力艇、サーフィン、ボディーボード等、小舟、ウィンドサーフィン、カイトボード等、動力艇、水上オートバイ、 モーターボート等と定めた上で、優先順位の定位者が進路を譲り、衝突回避行動を取る、用意義務付けられている。ウィンドサーフィンから見ると遊泳車無動力艇、サーフィン、ボディーボード等は、優先順位が高くなるため、進路は譲らなければならない。ただし、優先順位の低い他の小船の場合であっても、動力艇の操縦者が規定を遵守しないことや、見落としもあり得るため、 自己防止のため最新の注意による判断と操作が要である。会場の優先順位は、スターボード艇優先の原則が基本であり、セーリング競技ではこれに合わせ、スターボード、風上から見て右への進行艇、先行艇、風下進行艇、沖合への進行艇の優先となっており、水上衝突を防止するための三大ルールと呼ばれる決まりがあるが、これは、 ウィンドサーフィン同士の衝突を避ける上でも重要である。それらは、1、反対タックの原則、二、風下優先の原則、3、クリアスターン、クリアヘッドの原則、イコール追突防止である。反対タックの原則というのは、右手がマスト手になっている状態、イコールスタボータック側に優先権がある、というものである。相手の左手がマスト手になっている状態、 イコールポートタックで優先順位が低いのにうっかり気づかい場合があるが、その場合はスタボー。イコールこちらに優先権の意味と大きな声をかけ自分の存在に気づかせるというものである。詳細規定はレイシングルールズオブセーリングで定められている。安全確保の点について体力の消耗や技術の未熟により航行困難となった場合に風による 表層流及び潮流により流され、出廷場所へと帰還できなくなることもあるため、常に単独行動は取らず仲間とセーリングするよう、心がけた方が良い。仲間との行動により万が一の際における警察や、海上保安庁への連絡体制が期待できる。なお、風向きは時間と共に変化するため、風に関する予報を事前に収集することで、時刻ごとの風の変化を予測する必要がある。 また、初心者では、オフショアの風、イコール陸から海へ向かって吹く風状況では、特に沖合へと流されやすくなるためで手は、絶対に避けた方が良いが、もし、水上で漂流した際には、ボードから離れずにしがみつくことにより、ボードの浮力を利用することで体力の消耗が軽減できるため、帰還できる確率は、格段に高くなる。長時間漂流により、 水上に滞在することとなった場合には、低体温症で命を落とす危険度が高くなるので、出てい場所への執着で体力を消耗しないよう常に心がけ、漂流の危険を感じた際にはすぐさま至近に着岸するようにした方が良い。水上では、業務水面利用者、漁業協同組合、海運などが優先されるため、ゲレンでは、大抵が制限された、航行可能水面となる。 サーフィン等の波の力のみで水面を滑走するスポーツはオフショアからサイドショアで風が弱く波がある場所サーフスポットが適しておりウィンドサーフィンはサイドショアからオンショアで風が強く波がある場所ウェーブゲレンデが適しているので基本的には重なりにくいものであるが日本においては気象と地理的条件から発生する波のほとどが強風による 一過性のものであるため、サーフスポットとウェーブゲレンでは重なることも多い。この場合には、水上の優先規定から、サーフィン等が優先となるので、ウィンドサーファーはサーファーに対して、深度逃亡害を起こさない状況を選んで、利用することとなる。向上的な利用が重複する場所では、波打ち材での住み分けがなされていたり、波高が季節変動の影響を受ける場所では、 サーフスポットとウェーブゲレンデを季節で分ける場合、また、その地域独自ものとして、漁業共同組合や地元のサーファーが、ローカルルールを定めているところもあるので、初めてのゲレンデで航行する場合には事前に情報を収集することが望ましい。ウィンドサーフィンに適した場所は、ゲレンデと呼ばれ、工場的によく風が吹き、サーフ可能な波行がある水面となる。ゲレンデは日本においては、 全国各地に分布しているが、人それぞれの技術レベルと目的に見合った場所を選択する。中上級者では、春一番、小枯らしなどの季節風や台風等での気象状況に合わせて、複数のゲレンデを渡り行きする人も多い。世界的に有名なゲレンデは、比較的に貿易風が吹くカリブ海、ハワイ、地中海に多いが、 日本人には冬に暖かい海を求めて南下するのも上等手段として、サイパン、マイクロビーチグアム、ココス島タイ、プーケット島、台湾、フィリピン、ボラカイ島ベトナム、ファンティエットミネー、国内では、鹿児島県ヨロ論島、沖縄県沖縄島、小浜島、石垣島などが人気地となっている。海洋、故障、河川、 概ね北から順に記載海洋、ウェーブゲレンで、故障。河川。ウィンドサーフィンのプロ選手は世界に多数いるが、彼らは常識破りのパフォーマンスやスピードを見せ、ウィンドサーフィンの可能性の高さを体現していると言える。数多くのプロウィンドサーファーがいるが、このスポーツの歴史を考慮すると、キングオブウィンドサーフィンと呼ぶにふさわしい人物が二人いる。 一人は、ウィンドサーフィンの誕生期から15年間もすべてのタイトルを独占したロビー・ナッシュ。もう一人は、ポアおよび、前身の PBA ワールドツアーで、総合12連覇を達成し、圧倒的な強さを見せたビヨン・ランカーベックである。50音順に記載、男性、女性、50音順に記載、男性、女性、国際機関、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。